にちは。先日僕もいつまでも YouTube でくすぶっていないで、そろそろ地上波に進出しようと思い、テレビ局に行ってお昼の新番組キリンですの立ち上げを申し出に行きました。しかしテレビ局の前にはライバル番組ヒルナンデスのドンナンちゃんが葉っぱ一枚で仁王立ちしていて、テレビにはテレビのルールがあると全裸の僕に葉っぱを渡してきました。これにはさすがの僕も切れちゃって、ふざけるなと言ってナンちゃんからもらった葉っぱをビリビリに破り捨て、ナンちゃんこそ自分を解き放てよと、ナンちゃんの股間の葉っぱもビリビリに破り捨ててしまいました。するとナンちゃんの股間からピンク色の餅が。それを見た僕は、ナンちゃんごめんよ、ナンちゃんって桜餅だったんだねと言って、それから二人は泣きながら熱い抱擁を交わしました。あれですはい、ということで今回は、あたりを火の海にしてしまった工場大爆発事故、人間ロケット花火事故、危険すぎるレースゲーム事故など、ガチで重傷や大事故に発展してしまったヤバすぎる放送事故を3つほどご紹介していきたいと思います。テク人間ロケット花火事故。人間ロケット花火事故は、1991年に放送されていたフジテレビの番組、108で発生した放送事故になります。108は、一か八かをコンセプトに制作された深夜テレビ番組で、毒舌タレントのヒロミさんを中心に、様々なタレントが出演していた番組でした。また、108の番組開始当初は、コント系の企画などもありましたが、ドッキリ系の企画が受け始めると、深夜乗りの強い過激なチャレンジ系の企画が多く放送されるようになっていきました。具体的にはタレントに目薬の代わりにタバスコを点眼させる、瞬間接着剤で髪を固めた後に坊主にする、下剤を飲ませて盲腸という偽の診断を出し手術を理由に除毛させるなどといった、今では考えられないようなぶっ飛んだ内容でした。そしてヒロミロケット花火事故もそんなチャレンジ系企画の一つで、内容としてはヒロミさんの背中に大量のロケット花火をつけて宇宙に飛ばすといった企画の中で起こりました。またなぜこのようなめちゃくちゃな企画が行われたのかというと、当時ヒロミさんが番組企画から逃げてばかりいたことから、番組側が視聴者に対しヒロミさんの企画参加を願う投書を呼びかけたところ、1000通以上の投書が寄せられたことで、ヒロミさんの意思に反してやむなく企画が行われることになったという経緯があります。そして当日、実験はたくさんの視聴者が見守る野外での公開収録で行われることとなり、ヒロミさんは火傷対策としてカーレーサー用のスーツを着用した上で、約6000本のロケット花火を背負い宇宙に向けて発射しました。しかし当然ですが、ロケット花火をたくさんまとった程度で宇宙に行けるはずもなく、ヒロミさんの体はわずかに浮かんだ程度で止まってしまいます。するとタイミング悪く吹いてきた強風がロケット花火の火を煽ってしまい、ヒロミさんのお尻のあたりに火が集中してしまい、下半身を中心に大きな火傷を負ってしまう事故へと発展してしまったのです。この際ヒロミさんは下半身を中心に 21% の火傷を負ってしまい、文字通り生死をさまようような危険な状態であったとされており、回復まで長期入院や皮膚移植などの手術を余儀なくされたそうです。また当然ですが、このような事故映像を放送するわけにもいかず、放送日当日には企画の中止とヒロミさんからの地球は青かったというコメントがテロップで表示されるだけという対応になり、この事故はニュースなどでも取り上げられたことで多くの人が知ることとなりました。またネットで公開された事故映像には、殺すつもりだったのか、消火器くらい用意するべき、この事故がきっかけでヒロミさんは20年のレギュラーが保証されたらしいなどといった旨のコメントが寄せられました。そして事故後、番組では過激な企画を自粛するようになり、約1ヶ月後に番組は打ち切りとなっています。石鹸工場爆発事故。石鹸工場爆発事故は、イククサ年に日本テレビジパング朝6にて発生した放送事故になります。事故当日、ジパング朝6はアナウンサーの関谷彩子さんと共に、東京都豊島区の世界一純度の高い石鹸を作る石鹸工場に取材に行っていました。そして工場内の石鹸の材料となる水酸化ナトリウムと廃油を混ぜるミキサーの前で取材をしていると、突如としてミキサーから石鹸の材料と思われるドロドロとしたものが膨張しだし、地面まで溢れ出します。ここで石鹸の作り方を知らなかったと思われる関谷アナは、すごい
トグロを巻いているみたいですねと楽しそうに実況していましたが、信じられないほどに膨張したその物体は次の瞬間閃光とともに大爆発を起こしました。その時その場から急いで逃げたであろうスタッフが手にしていたカメラの映像には、乱れた画面の中赤く光る炎と煙のみが録画されており、スタッフや関谷アナの声と思われる熱い熱い熱いギャーという叫び声が凄惨さを物語っていました。幸いなことにこの火災では軽傷者が出る程度で死者が出ることはありませんでしたが、爆発を起こした石鹸工場は全焼し、工場に隣接していた石鹸工場の社長宅や付近の住宅3棟に被害を出す大規模な火災となりました。とこれだけでも十分恐ろしい事故なのですが、この事故の翌日のジパング6では、昨日の事故で前髪を失った関谷アナに事故の様子を報道させるといった衝撃的な場面も見られ、関谷アナの報道魂も再確認できました。ネット上ではこの事故に対して、爆発した瞬間鳥肌が立った、当時朝からこのニュースを見てびっくりしました、石鹸がこんな危険と隣り合わせで作られているものだと知りありがたく使わせてもらっています、などといった旨のコメントが寄せられました。ちなみにこの事故を起こしてしまった石鹸工場ですが、テレビの取材ということで緊張のあまり配合を間違えてしまったらしく、現在では無事再建に成功し石鹸の販売を続けているそうです。ズンのヤス腰椎破裂骨折事故。ズンのヤス腰椎破裂骨折事故は、フジテレビの人気バラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげでしたで発生した放送事故です。2012年2月、トンネルズの皆さんのおかげでしたではスキー企画が放送される予定でしたが、とある事故によって企画の急遽中止が余儀なくされる事態となってしまいました。というのもスキー企画収録の当日、演者であるズンのヤスさんが新潟県のスキー場にて水上スキー用ボートでゲレンデを滑走、タイムを競うゲームをしていたところ、リハーサルが十分でなかったのかスピードが出過ぎてしまい、雪でできた停止線を越えて途端に衝突してしまいました。トタンは金属製の板であるため、猛スピードでこの金属板に腰を強打してしまったヤスさんは腰椎破裂骨折という大怪我を負ってしまいました。そしてこの怪我によってヤスさんは全身麻痺となってしまい、ほとんど体を動かすことができなくなり、当時は回復は絶望的、仮に回復しても麻痺が残ったり車椅子での生活は避けられないと言われていたそうです。ですが幸いなことにその後ヤスさんは奇跡的に回復を遂げ、後遺症などが残ることもなく無事にバラエティ業界へ復帰を遂げることができました。またこの事故を受けて当時のフジテレビ代表取締役豊田光さんは定例社長会見にて謝罪を行い、体を張る企画は演者を張り切らせてしまう、今後は体を張るような企画はやめるようにしますといった旨の発言を残しています。ちなみにこの事故の5年後には同番組の収録中にタレントの小木博明さんがプールに落下し鎖骨を骨折するなどの事故も起こっていることから、ネット上ではまた無理な企画をやったのではないか、悪ノリが過ぎるのではなどといった声が上がりました。こんにちは。先日日本中のアイドルの黄色担当が集まる握手会イベント、イエローしかキャタンが CC レモンホールで開催されたのでライドオンしてきました。僕は推しのリアル坂ゴールド見の握手券育種コマイを購入し、早速握手会開始。おっすおっす、久しぶりでござる、元気しておりましたかなとまくしたてると、そこから恋愛の話になり、リアル坂ゴールド見が、私お父さんより年下なら全然入んないですというので、リアコの僕はグーグル先生でリアル坂父年齢と検索、検索結果を見た僕はお父さんより年上な拙者尾形と絶望の魔女化してしまい、こんな三次元オワコンすぎ、こんな世界壊してやると許されざる禁断の呪文発動、パイパイポンポイプワプワプー、僕の心の中の忠誠心が爆発を起こし三次元世界を破壊し尽くしました。次回二次元キャラですら見放されて、尾形お邪魔女全力童貞少女桐崎もじゃみ49歳です。はい、ということで今回は人権問題に発展したインタビューロケ、芸人生命を断ち切りかけた大喧嘩、お茶の間の夢を壊した〇〇発言など、出演者がガチギレした放送事故を5つほどご紹介していきます。水曜日のダウンタウン、
2017年12月、TBS の人気バラエティ番組、水曜日のダウンタウンにて、お笑い芸人であるオードリー春日さんの持ち込み企画、民法、現代でも意外と通用する説が実施されました。本企画の内容は、春日さんが土遁の術、木遁の術、水遁の術といった民法を使いながら、ターゲットにバレないように背後へと近づき、おもちゃの刀で切りつけることができるのかを検証するというもので、ターゲットには元プロレスラーのアニマル浜口さんと妻の初恵さんが選ばれました。また僕もこの間デラックス日輪刀を装備してお母さんの背後へ近づき、お命取ったりと切りかかったところ、お母さんのカウンタートゥースがちょうど僕の鼻に入ったんで、お母さん PCR 検査だねって笑い合いました。そしてターゲットの二人には偽番組の撮影という形で真夜中にバーベキューをしてもらい、撮影時のアニマル浜口さんは夫婦水いらずの空間に終始機嫌が良く、収録も順調に進行していました。そこで春日さんは当初の計画通りアニマル浜口さんの背後に忍び込み、おもちゃの刀で切りつけることに成功し、さらに春日さんに続いて別室から様子を見守っていたお笑い芸人の三四郎小宮さんが初江夫人の背中をおもちゃの刀で切りつけました。しかしこのいたずらを受けたアニマル浜口さんは春日さんと小宮さんを不審者と勘違いしたのか、激怒した様子を見せ、何やってんだこの野郎、何を邪魔してんだ俺たち夫婦を、などと怒鳴り上げながら近くにあったフライパンを片手に小宮さんを追いかけ回すという事態に発展してしまいました。ちなみに小宮さんが勇者あああああに出た際、相方の間に勇者であれと突っ込んだ際、間があややっとーやーって返したという夢を見たよ。その後番組スタッフがドッキリ企画であることを説明し、激怒するアニマル浜口さんをなだめようとしたのですが、それでもアニマル浜口さんの怒りは収まらず、怒号が鳴り止まない状況の中で VTR は終了してしまいました。なお当時実写版ラプンツェル役のキャスティングに悩んでたディズニー関係者がフライパンで暴れる浜口さんを見てラプンツェル役に指名したところ、翌朝解雇されたとか知らんけど。バイキングモア。2020年12月に放送されたフジテレビの情報トーク番組バイキングモアにて、スイーツアートデザイナーと呼ばれるチョコレートのアート作品を手掛ける女性が紹介されました。そして本コーナーを担当する久慈明子アナウンサーの計らいによって、本番組の司会を務める坂上忍さんと坂上さんの愛犬に似せたチョコレート作品がスタジオ内で紹介されたのですが、この時坂上さんは驚いた様子を見せながらも再現性の高い作品を前に感激した様子を見せていました。またその様子をお茶の間で見ていた僕も、忍のお口の中でとろけるチョコレートになりてーって思いました。それから久慈アナウンサーが番組共演者である野々村誠さんに、野々村さん食べられますよと話題を振ったことで、野々村さんはその場から立ち上がりチョコレート作品を口にすると、その様子を近くで見ていた坂上さんがふざけんなと叫び、スタジオ内が僕が小4の時の授業中担任の先生にママって叫んでしまった自分に驚いておもらしした時、どさくさに紛れて隣の子のリコーダー舐めた時のクラスの空気のごとく一気に静まり返りました。また事の発端となってしまった久慈アナは、本当に食べちゃったと驚いたようなリアクションを取り、共演していた別のアナウンサーも本当に食べに来ると思わなかったんですけどなどと困惑した様子を見せたため、取り返しのつかない空気になってしまいました。またしれっと残りのチョコレートをタッパーに詰め出す無色小太り AD も確認されたとか。それから野々村さんはおどけた様子を見せながらもその場の空気を変えようと尽力したのですが、坂上さんは放送事故でしょうと一言告げたのみで、番組終盤には僕本当にムカついた時って一言も喋れなくなるタイプと言い残し、その一部始終が放送されてしまいました。めちゃイケ。2009年2月にフジテレビで放送されていた当時の人気バラエティ番組めちゃめちゃイケてるの放送中に、人気お笑いコンビ品川庄司が解散の危機を迎えました。2009年当時は品川博さんが自身の自伝的小説ドロップの映画化を果たした時期だったため、番宣を兼ねてめちゃイケに出演しており、番組上の演出の一環として相方の庄司智春さんが品川さんに対し、今回全然面白いこと言ってないぞといった文句を口に
にしました。でもまあ僕クラスに極めた M になると滑れば滑るほどめちゃめちゃイケてる。知らんけど。そして当初の予定としては品川庄司のコンビによる喧嘩コントが始まるはずだったのですが、当時の品川庄司は実際にコンビ仲が悪かったこともあり、品川さんの怒りが収まらず取っ組み合いのガチ喧嘩が始まってしまいました。なお我々回しで股間締め付け隊の分家である関取団的では、取っ組み合いの前にお前ら柔軟がなってない、また割りからと可愛たがりたげな目をしてたとか知らんけど。またこの取っ組み合いの際、他の共演者たちは二人の喧嘩を喧嘩コントとして見受けていたため、ハリセンを片手に仲裁していたのですが、当時の庄司さんは品川さんに首を絞められた状態のまま耳元で殺すぞなどと囁かれており、この発言を受けた庄司さんは死を覚悟したと後日語っています。その上、収録後には共演者たちも見ている中で庄司さんが品川さんに土下座をしたそうなのですが、それでも品川さんの怒りは一向に冷めず、周囲の人間が解散を心配するほど険悪なムードが漂っていたそうです。しかし後日コンビで話し合った際に、品川さんが言いたいことあったんなら言えよと問いかけたところ、庄司さんが実は藤本美貴さんと結婚すると告白したことで祝福せざるを得ない状況となってしまい、うやむやながらも仲直りが成立したのだそうです。関西情報ネット102009年5月、読売テレビで放送されている関西情報ネット10という関西のローカルニュース番組で、生放送中にもかかわらず出演していたコメンテーターがブチギレするという事件が起こりました。ことの発端は番組内の迷ってなんぼというコーナーの中で進行を務めていたお笑い芸人の藤崎マーケットの2人が、大阪府内の飲食店で勤務する人物から常連客の性別がわからないので調べてほしいという依頼を受けたことが始まりでした。そして実際に藤崎マーケットの2人がロケに出向き、噂の常連客の性別を聞いたところ、常連客が自身の性別を男性ですと答えました。ですが藤崎マーケットの2人はこの答えに納得のいかない様子を見せ、男性の身分証明書を確認したほか、服の上から胸部を触って確認するなどの行為に及び、最後まで男性の容姿をいじるような形でロケが終了しました。まあ性別を超えたアパレン棒の僕がもし胸部を触られてたらその場でパンパンやで。そしてロケの VTR が流れた後のスタジオでは、初めは VTR の一部始終を楽しむような雰囲気に包まれていたのですが、突然コメンテーターの若市浩二さんが怒りをあらわにし、個人のセクシャリティにそういう形で踏み込むべきじゃない、よう平気で放送できるね、報道番組としてちゃんと考えろよなどと発言したことで、スタジオ内の空気は一変しました。また本番組は生放送ということもあり、若市さんの怒りがダイレクトに視聴者に伝わったことでたちまちネット上で拡散されることとなり、その後は若市さんの発言を支持する人々を中心に人権問題としても取り沙汰される結果となりました。マジック新世紀ゼロ。2014年7月、当時人気を博していたマジシャンのセロさんによるマジックショー特番が2時間にわたる生放送でオンエアされました。本番組はセロさんが東京都内のあらゆる場所でその場に居合わせた一般人を前に様々なマジックを披露するという企画となっていて、彼の繰り広げるパフォーマンスは順調な盛り上がりを見せていました。ちなみに僕も草パワーによって周囲から女性を消すというマジックならよく使ってます。そして番組終盤ではセロさんが人気番組のバックトゥーザフューチャーパート2に登場する空飛ぶスケボーことホバーボードをイメージしたマジックを披露し、浮遊するスケートボードを乗りこなすセロさんの姿にその場に居合わせた観衆をはじめ、中継をつないでいたスタジオからも大いに歓声が上がりました。その盛り上がりはまるでゴルシちゃんモード実装時のそれだったとか、ゴルシカキャタンですが、その時スタジオでセロさんのマジックを見ていたタレントの平愛理さんが、私これ違う番組で見たことあったんですと切り出し、セロさんのマジックの種明かしについて言及してしまったことで、現場は騒然とした雰囲気に包まれてしまいました。そこでセロさん自身は不満げな表情を見せながらも、これは僕のマジックとホバーボードの技ですよ、 This is real と平さんの意見を否定するのですが、その後も終始納得のいかない様子を見せてしまい、スタジオにいたタレントからの切れてないですよねという発言にも答え
えなかったため、長州力が、答えろせろこら、マジで飛ぶぞと、力ラリアットぶちかましそうな勢いになってしまい、平さんをはじめ共演者たちが謝罪するという形で生放送は終了してしまいました。こんにちは。先日、平日の真っ昼間からゲーセンで太鼓の達人やってるおっさんの観察日記つけてたんですが、どう見てもリズムに合わせてカツラがパカパカ浮いちゃってたんですよね。それを見てたら僕もうずいちゃって、カツラの下の頭皮が見えた瞬間に高速持ちつき始めちゃってました。どんどん、カッカッ、ペチンペチン。そのまま僕とおっさんはドッキング融合し、四足歩行の太鼓クリーチャーになってしまいました。現在インドネシアでコモドドラゴンと縄張り争ってます。はい、ということで今回はとんでもない粗相をかました美人リポーター、一般人を巻き込んだ消火器の暴走、やらせが疑われた超危険雪下ろし、人間に牙を剥いた猿など、昭和のテレビ番組で起こったヤバすぎる放送事故を7ほどご紹介していきたいと思います。で、温泉突き落とし。温泉突き落としは、とある番組が宮城県大崎市にある宝雲閣という温泉に取材に行った際に起きてしまった放送事故です。この番組ではリポーターの田口博美さんが現地を訪れ、露天風呂脇の通路に立って温泉の紹介を行っていたのですが、傍らでは地元の民謡界に所属する4名の婦人たちが振りを交えつつ民謡を歌っていたため、田口さんは露天風呂の縁ギリギリに位置取ってリポートを進行していました。ちなみにこの露天風呂では水遁の術を練習する麒麟面の脱サラ忍者がいましたが、撮影前に沈められています。そして取材の進行に合わせ、田口さんは民謡界の夫人に対して、夏の温泉というのも風情があっていいものですよねと質問を投げかけたのですが、この時田口さんは夫人の口元にマイクを近づけようと彼女に密着するような形で接近してしまったため、夫人の振りに巻き込まれる形で突き飛ばされてしまい、背面から盛大に露天風呂へダイブしてしまいました。なお、これは噂ですが、あの夫人たちの振りにぶつかった衝撃はイオナズンと同等と言われています。しかしこのハプニングに対し、田口さんは笑顔を浮かべつつ、マイク平気ですかと自分よりも機材を心配するプロ根性を見せていました。なお、もしこの時マイクを近づけた相手が平井堅だったら間違いなくマイク食べられてたんで、不幸中の幸いと言えるでしょう。益子焼き総破壊。益子焼き総破壊は、栃木県益子町の名産陶器、益子焼きの取材中に起きてしまった放送事故です。この番組は、リポーターの桃竹晴美さんが現地を訪れ、益子焼きに詳しい関係者に話を聞くという段取りが組まれており、現地には湯飲みや花瓶をはじめとした大量の益子焼きが棚に陳列されていました。ちなみに、ここでは隠し名物、強欲の壺、益子焼きバージョンがあるらしいよ。知らんけど。そして取材が始まると、桃竹さんは陳列されていた棚から花瓶を手に取り、関係者に対して益子焼きの特色などを質問して番組が進行していったのですが、いくつかの会話を交わした後、桃竹さんが花瓶を棚に戻した瞬間、突然棚全体が壊れ、陳列されていた益子焼きが凄まじい勢いで崩れ落ちてしまいました。なお、これは考察ですが、この倒れ方からしてこの棚はおそらく小道寺組体操クラブの皆さんがピラミッドを組んでおり、一番下にいた小道寺組体操クラブの会長がラーメンすすろうとして崩れたんじゃないかと思います。深夜な。その後、益子焼きが崩れ落ちた先にカメラが向けられたのですが、落下した益子焼きのほとんどは砕け散って無残な姿になっており、現場には重苦しい空気が流れていました。しかし、この放送事故に対しては、棚の崩れ方が不自然すぎる、益子焼きが崩れる前提のカメラワークだった、関係者のおじさんの手がもじもじしていて可愛かった、など疑念の声が上がっており、ハプニング大賞などの生放送中に起きた事故をまとめた番組を作るためのやらせだったのではないかとも言われています。豚の交尾。豚の交尾は茨城県の養豚場を取材で訪れた際に起きてしまった放送事故です。冒頭では養豚場に入ったリポーターの小沼和恵さんがマイクを片手に、豚というのは大変綺麗好きでデリケートな動物でと豚に関する情報を紹介していたのですが、突然その後ろで一頭のオス豚がメス豚に覆いかぶさり交尾を始めてしまいました。ちょっと養豚場に童貞捨てに行ってきます。しかし小沼さんは後ろで豚が交尾をしていることに気づかず、そのままリポートを続けていたのですが、下がった豚がけたたましく雄たけびを上げ続けていたため後ろを振り返ってしまいます。そして豚が交尾していることに気がつくと、キャーと悲鳴を上げながらその場に座り込み、リポートを中断してしまいました。またこれを見ていた全国の小道寺童貞たちは、豚だって交尾しているのにとママの膝枕で涙流したとか。そしてこのハプニング
ングに対し、駆けつけた養豚場の職員が必死に豚を引き離そうとしたのですが、下がった豚の勢いを止めることができず、最終的に諦めて豚を放置してしまいました。そして気まずい空気が流れる中、交尾を続ける豚と動揺する小沼さんの表情がアップで映し出され、リポートは終了しています。またこの時画面がアップにされた理由としては、麒麟麺の養豚場職員が豚の近くでそーれこび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 とみこし担ぎ出したのを隠すためではないかとの説もあります。そうめん吐き出し。そうめん吐き出しは埼玉県秩父市にある旅館調整館の取材中に起きてしまった放送事故です。この日はリポーターの増田博美さんが調整館を訪れ、一般客に混じって旅館名物の流しそうめんの取材を行っていました。余談ですが、僕は流しそうめんを見ていると、お、新コースかと速攻ミニ四駆走らせちゃうワンパクキッズでもあります。そして増田さんは涼やかに流れるそうめんを前に、食欲がなくてもこれなら食べられますよねとリポートしつつ、流れるそうめんを箸で受け止めたのですが、この時明らかに口に入れるには多すぎる量の麺を取ってしまいました。しかし増田さんはテレビ映えを気にしたのか、受け止めた大量の麺をそのまま口に運んでしまい、うまくすすることができずにむせ込み、含んだ麺を流し台に吐き出してしまいます。またこれをテレビで見ていた我が家のルンバが、吐くのも悪くねえなと最近ゴミ撒き散らしながら移動してはいません。その後とんでもない粗相をしてしまった増田さんは、周囲のお客さんたちに対して、ごめんなさい、本当すみませんと申し訳なさそうに謝罪を繰り返したのですが、これに対しお客さんは、そりゃいろいろあるわよねと温かい言葉をかけていました。暴走消火器。暴走消火器は東京都東久留米市の消防団の取材中に起きてしまった放送事故です。この取材は消火器の使い方を学ぶため、リポーターの川野恵里子さんが東久留米市で行われる火災予防運動に参加するという形式で行われ、現場には運動に参加した多くの地元住民の方々も集まっていました。なお僕はこの集まりをワールドカップ2022が始まったんだと思い、日の丸全裸でサムライブルー歌ってたら警察にしょっぴかれて無期懲役ゲットしています。そして取材の中で、川野さんが用意された火を消火器を使って鎮火するという流れになり、川野さんは消防団の男性の指示のもと消火器を構えて恐る恐る火に近づいていきました。しかし川野さんの力が足りていなかったのか、消火器がなかなか起動しなかったため、男性からもっと思いっきり押してくださいと指示が出されたのですが、これを聞いた川野さんが渾身の力を込めて消火器のボタンを押したところ、ものすごい勢いで消火剤が噴射され、川野さんは勢いを制御することができず、ホースを上に向けたまま周囲一帯に消火剤をばらまいてしまいました。これにより盛大に消火剤を浴びた川野さんの顔面は真っ白に染まってしまった上、周囲にいた人々も消火剤を浴びて服が白く汚れてしまい、現場には気まずい空気が流れてしまいました。雪の塊落下。雪の塊落下は群馬県の谷川温泉にある旅館の取材中に起きてしまった放送事故です。この日はリポーターの吉田智子さんが料理と温泉を取材するために旅館を訪れており、取材冒頭では吉田さんが番組の趣旨を説明しながら旅館の入り口付近をゆっくりと歩いていました。しかしそんな中、突然危ないという叫び声が響いたかと思うと、その直後に旅館の屋根から大きな雪の塊が次々と落下し、吉田さんの頭部に直撃しました。ちなみにちょうどこの時、屋根でクリフハンガーの練習をしていた僕も巻き込まれてしまい、霞ブレイクしています。そして驚いた吉田さんが悲鳴を上げながらその場にしゃがみ込み、雪が落下した方向に視線を移すと、そこには屋根の雪下ろしを行う複数の男性たちが立っており、ヘラヘラした様子で、すいませんすいません、どうもどうもと笑いかけてきました。これに対し吉田さんは怪訝な表情を浮かべて、おじさん頼みますよ、危ないなもうと返答し、その後も取材が続けられました。またこの時僕もこらーと激怒し警察沙汰になりかけましたが、雪下ろししていた男性と後日背中洗いっこするということで示談が成立しています。しかしこの出来事に対しては、屋根にいた男性たちが取材クルーに気づいていないはずがなく、雪を落とした位置もピンポイントだったことから、番組側のやらせもしくは男性たちの意図的な行動だったのではないかと考える人も多く、悪質かつ危険な行為として批判の声も集まる結果となっています。荒ぶる猿。
荒ぶる猿は愛知県犬山市にある日本モンキーセンターの取材中に起きてしまった放送事故です。まず日本モンキーセンターとは世界各国の猿を飼育している猿専門の動物園で、この日は13頭の猿の赤ちゃんが生まれたということで、リポーターの宇根田谷育子さんが取材に訪れていました。そして取材を続ける中、宇根田谷さんが園内の猿にご飯をあげるという流れになり、園長の男性からしゃがんで手で渡してやってくださいと猿の大好物のピーナッツを手渡されました。その後宇根田谷さんは園長に指示された通り、周囲にいた猿にピーナッツをあげるためしゃがみ込もうとしたのですが、その瞬間突然一頭の猿が甲高い叫び声を上げて園長に襲いかかり、驚いた宇根田谷さんと園長は二人揃って盛大に尻餅をついてしまいました。これはおそらく園長にガチ恋の猿がリポーターに嫉妬してってなったやつだよね、絶対。知らんけど。このハプニングに対し、宇根田谷さんは恥ずかしそうな表情を浮かべ、取材に同行していたスタッフからは、何やってんだよと宇根田谷さんを咎める声が上がったのですが、その一方で園長は満面の笑みも浮かべていたそうです。こんにちは。先日僕はクラスメイトの磯野右衛門と川中島と下校中、二人に、明日から休みだし、ゆるかく行こうぜと言われたので、童貞の僕たちはゆるかくに行ってきました。ゆるかくに到着。僕は緊張と興奮のあまり内臓がおかしくなり、ボイパで8ビート刻んでいると磯野右衛門と川中島の指名が被ってしまい、遊女吉原香織の取り合いになったではありませんか。それから同担拒否の二人は、おーい磯野、戦しようぜーと公園に消えていき、決闘は10日間続きましたとさ。ほんと休みの日って一日の時間が早すぎ謙信でそぐー。はい、ということで今回は視聴者を騙した不謹慎すぎるドッキリ企画、時空を歪めたマラソンワープ、いじめを想起させる笑えないコントなど、大炎上してしまったテレビ番組を3つほどご紹介していきたいと思います。では木梨憲武さん追悼番組。木梨憲武さん追悼番組は、トンネルズの皆さんのおかげでしたの前番組にあたる、トンネルズの皆さんのおかげですという番組で、1991年10月に放送された企画です。まず、この日の放送は、普段の番組のテイストとは大きく異なる神妙な雰囲気を放っており、冒頭に、緊急放送、盲腸に倒れる木梨憲武さんを忍んで、というテロップが表示された後、大きな喧嘩台と憲武さんの白黒写真が置かれたスタジオに、スーツを着て立つ相方の石橋貴明さんと進行を務めるアナウンサーの姿が映し出されました。それからアナウンサーにより、今日午後5時半過ぎ、タレントの木梨憲武さん、盲腸のために信じられないことになってしまいました。本日は通常の皆さんのおかげですの番組内容を変更いたしまして、木梨憲武を忍んでと題しまして、特別番組をお伝えしてまいりたいと思いますと、憲武さんの急死を思わせる発言があった後、相方の石橋さんから、本人はまだ結婚しておらず、これからの未来が開けていたのに残念だ、この番組を通しファンの方の胸に木梨憲武という存在を刻んでおきたい、僕だから言えるのは、下げる前に死ねてよかった、安らかに眠ってほしいということなど、相方の死を悔やみ冥福を祈る旨のコメントが語られました。ですが、そんな厳かな空気の中、突如スタジオの後方から憲武さんが登場し、眠んねえよこの野郎と言いながら石橋さんの頭をこづく衝撃の展開があり、番組が視聴者に向けたドッキリだったということが明かされました。そしてこの視聴者に向けたドッキリという斬新な企画は大きな反響を呼んだものの、テレビの規制が今よりも緩かった当時においてもさすがにやりすぎだったようで、番組を放送したフジテレビには苦情電話が殺到しました。またこのドッキリの中心人物だった憲武さんも後日親戚からこっぴどく叱られたそうです。バスケットボールいじめ事件。バスケットボールいじめ事件は、2011年7月23日から24日にかけて放送された FNS 27時間テレビ内のスポルト美女アスリート合コンスペシャルというコーナーで起きてしまった事件です。まずこのコーナーの概要は、美女アスリート3人とナインティナインの岡村隆史さん、スマップの中井正宏さん、ジャルジャルの福徳修介さんが 3on3 のバスケ試合に見立てたコントを行うという内容になっていました。しかしコーナーが始まると、岡村さんに一向にボールが回ってこず、パスを要求する岡村さんに対し、中井さんがうるさくて邪魔と辛辣な声を浴びせる、パスが来ないことに不満を漏らす岡村さんに対し、福徳さんが思いっきりバスケットボールを投げつける、岡村さんがシュートを外すと仲間たちから厳しい非難の声が浴びせられるなど、共演者たちが岡村さんに対して異様なほど風当たりの強い態度で接した上、最終的に共演者だけでなく外野やアスリートたちも岡村さんにボールをぶつけるといういじめを彷彿
動させる場面が放送されてしまいました。もちろんこれらはコント上の演出だったのですが、この一連の流れに対しネット上では何が面白いのか全くわからない、ただのいじめじゃん、心が締め付けられる、全く笑えないなど批判の声が多く寄せられたほか、番組を放送していたフジテレビや出演者たちにも批判の声が殺到し大炎上に発展してしまいました。その後この炎上に対し番組関係者や出演者たちから謝罪と合わせて、当初の予定では美女アスリートとの共演に浮かれた岡村さんがうるさく騒ぎ、共演者から注意されるも態度を改めずにはしゃぎ続けて周囲に迷惑をかける様子が前振りとして丁寧に描かれるはずだったが、尺の都合によりそれができなかったこと、本来バスケットボールはもっと優しくぶつけられる予定だったが、放送前に福徳さんが共演者の加藤浩二さんにアドバイスを求めたところ、全力で思いっきり当てろとアドバイスされていたこと、打ち合わせ不足によって出演者たちが進行やリアクションを共有できていなかったことなど、様々な要因によって不快感を抱かせる仕上がりになってしまったと説明がありました。またこの事件の中心人物となった岡村さんは後日自身のラジオ内で、コントに失敗してしまったことは申し訳ないと思っていると謝罪しながらも、あれはコントやから、出演者を必要以上に非難する奴らはアホ、それこそいじめちゃうんと出演者たちを過剰に叩く一部の人々に対して苦言を呈しています。チャリティーマラソンワープ事件。チャリティーマラソンワープ事件は2002年に放送された24時間テレビ愛は地球を救う内のチャリティーマラソン企画で起きてしまった事件です。まずこの年のチャリティーランナーは女優の西村智美さんが務め、彼女は番組のエンディングである放送2日目の午後9時までに100キロを走り抜くという過酷なマラソンに挑戦することになっていました。そして放送当日、西村さんは2日目の午後6時過ぎの時点で70キロの距離を走っていたのですが、この時点で疲労が溜まった状態で残り30キロを3時間で走らなければいけないというかなり厳しい状況に陥っていました。しかしそれから1時間後、他の企画の合間にマラソン中の西村さんに中継が切り替わった際に、西村さんは90キロ地点を走行しており、画面には残り10キロと西村さんが1時間で20キロを走ったことを示すテロップが表示されていました。ですが約21キロの距離を走る女子ハーフマラソンの世界記録が1時間4分52秒であるため、これが事実だとすると、すでに70キロの距離を走っている西村さんが突如速度を上げ、世界記録並みの速度で20キロもの距離を駆け抜けたということになるため、何らかの不正があったことは誰の目にも明らかでした。その後西村さんは番組のエンディングまでに無事ゴールの武道館に到着し、出演者や観客たちから祝福と称賛を浴びていたのですが、この露骨な不正に対しネット上では、どう考えてもやらせだろ、完全にワープ能力者でわろた、テレビの闇などと否定的な意見が殺到し、炎上に発展してしまいました。またチャリティーマラソンは以前から怪しい動きをする都市が散見され、たびたび不正が疑われていたのですが、この騒動が引き金となり、翌年からはネット上の有志が集まってランナーを追跡し、不正行為がないかを見張る24時間マラソン追跡団が結成されました。これは一見すると番組の荒探しを行う迷惑集団のようにも思えますが、追跡団は番組の邪魔をしないようにマナーを徹底しており、過去にはマラソンの先導を行っている番組の自転車がパンクした際、追跡団が修理してくれたおかげで事なきを得た、追跡団が沿道に駆けつけた一般人を整理してくれたおかげで混乱が起きずにマラソンが継続できたなど、追跡団のおかげでスムーズな進行ができた年もあったほか、2011年にランナーを務めた徳光和夫さんはマラソンの終盤で追跡団に対し、最後までありがとうと感謝を述べるなど、追跡団と番組側は良好な関係を築いているそうです。こんにちは。普段からいつもギリギリを攻めている僕は、今回も S 字カーブをギリギリの角度で攻めようと思います。じゃあ行く。はい、ということで今回は欠陥システムのせいで最悪な評価を得てしまった芸人、打ち切れながら俳優を傷つけた大人げない芸人、暗闇に染まった情報番組など、テレビ番組の放送事故を5つほどご紹介していきたいと思います。ポン、長野ガチ切れ事件。
本長野ガチ切れ事件は、2010年から2018年の間、日本テレビで放送されていた情報番組、ポンで起きた放送事故です。この番組では、最新の天気予報や芸能ニュース、エンタメ、流行りのグルメ情報のほか、芸能人やスポーツ選手の元に訪れて裏情報を引き出す企画や、街の人々にインタビューを行い、今一番会いたい人とその人への思いについて聞く企画などを行っていました。そして、2017年に放送された回では、番組の出演者である俳優の松本大志さんが、漫画雑誌月刊少年チャンピオンで掲載されていた漫画、クローズの舞台版であるクローズゼロに自身が主演することを宣伝するために姿を見せました。すると、この時松本さんと同じタイミングで出演していた芸人の永野さんが突如として松本さんを口汚く罵り始めたため、松本さんは自身の役に沿った態度で永野さんに接近して頬を軽く叩きました。ここまでの流れは本内で用意されていた台本通りのものであるようにも感じるのですが、どうやらこの時の永野さんは心の底から怒りを覚えたようで、その怒りに赴くまま松本さんに対して渾身のビンタを放ってしまったのです。その後松本さんは決してやり返すことなく永野さんから離れると、用意されたパネルを使いながらクローズゼロの宣伝を行ったため、このままこの宣伝は終了するかのように思えました。ところが永野さんの怒りは一切収まっておらず、今度はズカズカと松本さんに接近し、先ほどと同様強烈なビンタをしたため、共演者たちが慌てて止めに入る事態に発展してしまいました。こうしたことから、この件は視聴者の間で本における不快感に満ちた最低レベルの放送事故として認知されるようになり、インターネット上では批判の声が相次ぎました。情報ライブミヤネ屋モニター大田事件。情報ライブミヤネ屋モニター大田事件は、2006年から日本テレビで放送されている情報番組、情報ライブミヤネ屋で起きた放送事故です。まず、情報ライブミヤネ屋は、司会を務めるタレント兼アナウンサーの宮根誠司さんを中心に、天気予報の紹介や、特に何も考えることなく全国を好き勝手に巡る、適当三昧高田タクシー観光というコーナーのほか、芸能人のいろんな素顔に迫っていく、週刊ミヤネ芸能というコーナーを行っている注目度の高い番組となっており、最近の Z 世代においてもミヤネ屋とキリンチャンネルで人気が真っ二つに割れており、戦争も近いのだとか。ですが、そんな番組にも放送事故は起こっており、その中の一つに2018年に行われた天気予報のコーナーにおいて、番組で使用していたモニターが思うように動かなくなるという不具合がありました。この時会場はやや気まずい空気に包まれていたのですが、ここで突然そのモニターの近くにいた宮根さんが非常に強い力でモニターの画面を叩いてしまったのです。そのため番組に出演していたアナウンサーが宮根さんを慌てて止めた後、モニターの代わりに自身が手に持っているパネルを使用しながら天気予報を伝えるという事態に発展してしまいました。なお、この様子をテレビで見ていた一部の視聴者は、宮根さんの行動を明らかな放送事故であるとした上で、この様子を目の当たりにした時の不快感をツイッターに書き連ねています。土曜は何する1分間の暗転事件。土曜は何する1分間の暗転事件は、2020年からフジテレビで放送されている情報バラエティ番組、土曜は何するの放送事故です。この番組は司会を務めるタレント山里亮太さんを中心として、旅行中のグッズや注目を浴びている場所のほか、流行中の料理などの当たり障りのない情報を紹介していることが特徴です。ところが、この番組の出演者であるデヴィ夫人が担当する、今更ながら初体験デヴィ夫人というコーナーにおいて問題が発生しました。このコーナーは、人生で今なお体験していないことに挑戦するというテーマをもとに進行していくのですが、この時デヴィ夫人が自身と同じコーナーに出演したお笑い芸人飯尾和樹さんに遅刻したじゃないと言った瞬間、突然テレビ画面が真っ黒になってしまったのです。これはさすがに視聴中の我々もついに土曜は何するの何の部分をやる時が来たのかと焦ったとか。そして番組スタッフが画面の復旧作業に勤しんでいる時、画面に出演者の芸人石田明さんがドアップで映し出されたり、画面の上半分のみが復旧した状態で出演タレントの安めぐみさんがコーナーに関するコメントをするなど、ボーボボ並みにカオスな展開が繰り広げられていました。なお、この画面の不具合は1分以内に復旧したのですが、番組出演者のフリーアナウンサー宇賀夏美さんは全ての視聴者に向けて謝罪の言葉
葉を述べながら山里さんと共に頭を下げることになりました。しかしこの後山里さんはこの放送事故と放送事故が起こる直後のデヴィ夫人と飯尾さんのやり取りを絡めた小粋な冗談を口にして会場の人々の笑いを誘っています。サンマのお笑い向上委員会、唐突な暴力事件。サンマのお笑い向上委員会唐突な暴力事件は2015年からフジテレビで放送されているバラエティ番組サンマのお笑い向上委員会で起きた放送事故です。まずこの番組の内容は司会者の明石家さんまさんと番組内で設けられたグループお笑い向上委員会メンバーに抜粋された10人以上の芸人とともに日本のお笑い界の傾向と対策というテーマをもとにトークを繰り広げるという内容となっています。さらにお笑い向上委員会メンバーが番組のゲストとして会場に姿を見せた芸人の欠点を指摘しつつ改善点を出し合うという要素も持ち合わせています。しかしこの番組ではさんまさんとお笑い向上委員会メンバーがアドリブで長いフリートークを行うことが多々あり、その度にゲストの芸人は長時間の待機を強いられると言います。そんなさんまのお笑い向上委員会ですが2020年に放送された回においてツッコミ担当の布川博樹さんとボケ担当の道夫さんで構成されたお笑いコンビトム・ブラウンがゲストとして呼ばれました。そしてトム・ブラウンはさんまさんの指示に従い番組の会場に姿を見せるはずだったのですがフリートークの影響でその指示が遅れてしまったためトム・ブラウンの2人は1時間以上の待機を余儀なくされたそうです。それからようやく会場に呼ばれたトム・ブラウンは元気よく挨拶をしながら姿を見せたのですがこの時突然道夫さんが布川さんに渾身のビンタとタックルを食らわせた後大外刈りを決めたため布川さんは頭を強打してしまったのです。その後慌てふためくさんまさんや多数の芸人の前で道夫さんは長時間待たされたことによるストレスで布川さんに危害を加えたことを遠回しに告白しています。なお布川さんは柔道の有段者で攻撃を受けた時の受け身を取る方法を知っていたため大事には至らなかったのだそうです。 M1 グランプリおぎやはぎ事件。 M1 グランプリおぎやはぎ事件は2001年の放送をきっかけに今なおテレビ朝日で定期的に放送されている超人気お笑い番組 M1 グランプリの第1回目の放送で起きた放送事故です。まず現在の M1 グランプリでは会場にいる数名の審査員が参加している芸人たちが披露したコントの面白さやクオリティなどを評価しています。ところが第1回目の放送当時は北海道、福岡県、大阪府に設置されていた M1 グランプリの会場にいる素人同然の客たちにコントの採点を任せていたのです。これを上沼の姉さんが知ったらどう思うのでしょうか。そして第1回目の M1 グランプリには中川家、フットボールアワー、増田岡田などの有名な芸人のほか東京の芸能事務所株式会社プロダクション人力車に所属しているお笑いコンビおぎやはぎも参加していました。ですが当時のおぎやはぎのコントを見た客のうち北海道の客は22点、福岡県の客は12点、大阪の客は9点という参加した他の芸人と比べて圧倒的に低い点数をつけてしまったのです。そのため番組側はこの投票システムの致命的な欠陥を認めた後第2回目の M1 グランプリの放送からは現在と同様に会場に招待した数名の審査員にコントを評価させるシステムを導入しました。なおおぎやはぎに対してこのような低い点数がつけられた理由は会場で M1 グランプリを見ていた当時の多くの客が吉本興業に所属している第1回目の M1 グランプリに参加した芸人を贔屓していたからだと言われています。